はい、皆さんこんにちは。この動画でやっていく内容です。はい、それではやっていきましょう。今回はアーリー電圧のパラメーターの調整です。アーリー電圧、なんか聞き覚えのないような名前だなっていう方もいらっしゃると思うんですけども、データシートを見ると、ああなんだこれかっていうふうな感じになります。まあ、早速データシートを見てみましょう。データシート、今まで 2SC から始まるものを主体に扱ってきましたけども、まあ、コンプリメンタリーなので今回は 2SA の方から始めてみたいと思います。まあ、この 2SA の 1488A、まあ、ここのですね、アーリー電圧のグラフっていうのがここにあります、この ICVCE 特性というものなんですね。ちょっと拡大して見てみましょうか。まあ、こちらになりますね。横方向はコレクターエミッター間の電圧になってますね。そして縦方向がコレクター電流ということです。トランジスタの動作点を決めるグラフとしてよく利用していますので、皆さん必ず見たことはありますよね。そしてこういうふうに線を引いて、こちら側を飽和領域、そしてこちら側を活性領域っていうふうに呼んでいますよね。もちろんこれには測定する条件がありまして、ここにありますようにベース電流が5ミリの時、あるいは10ミリの時っていうふうに、まあ、記載があるわけなんですね。マイナスがここについているのは 2SA のトランジスタで、トランジスタからベース電流が流れ出す方向、つまり自分から出ていく方向っていうのは自分から見ればエネルギーが少なくなる方向なので、符号がマイナスになっています。まあ、例えばそれでこのマイナス10ミリのところを見ますと、コレクターエミッター間の電圧が0の時は当然0です。でそして電圧が上がっていくとだんだん電流が流れ始めていくんですけども、まあ、この辺まではこういうふうに曲線になるわけですね。まあ、本来理想的なトランジスタですと特性がこういうふうになっていて、ずっと一様な変化の方がいいわけなんですね。まあ、そしてあとは電圧が上がっていっても一様な変化になるというふうな、そういう特性を示すわけですね。ウェブをググれば解説がたくさんありますので、ここでは簡単にこれらのグラフのこの傾き、ここの直線の延長線上、あるいはここの直線の延長線上、こういうふうに傾きをずっと延長していった時にですね、どっか遠くのところでここに、まあちょっとこんなふうにして縮小して書いたとすると、こんな風にして集まってくると、理論的にはここにクロス線があるというふうに考えると、ここからここまでの電圧をアーリー電圧というふうに呼んでいます。そうですね、こんな汚い絵で説明するよりはもっとウェブの綺麗な絵を見てください。さて回路は今までとあまり変わりがありません。ベースの方は電流源で電流駆動します。そしてコレクターエミッターの方は低電圧源で電圧駆動します。この時グラフで分かるように電圧は0から6ボルトまで変化します。そして電流は5ミリアンピアから80ミリアンピアまでステップで変化します。こちらの定義は前回と同じですね。まあ、そしてここにですね、パラメーターでステップで VCE、 つまりこれですね、この VCE を1マイクロから6ボルトまで、ここにオクトってありますけども、このオクトはオクターブ、つまり2倍になるごとの間を5つに分解する能力でステップしますっていう意味ですね。
そしてこちらの IB、 こっち方向ですね。こちらの IB はですね、リスト上で5ミリ、10ミリ、20ミリ、30ミリ、40ミリといきまして、最後80ミリまで変化させますというふうなことになっています。ここにですね、米印から始まるもの、こうちょっと付け加えて言いますけども、この2つをですね、選択的に選べるようにしました。今ここ米印になってますからコメントですね。グラフはたくさん出てきます。チューニングをするとき、どこか一つを見たいときにはですね、このパラメーターで IB を一つに固定したというふうな形で見る方法を使います。それでは早速やってみたいと思います。まず現在の状況をプロットしてみましょう。このようになりますけども、こちらのグラフ、赤い線と緑の線が出ました。この赤い線はですね、データシートから取り出したデータなんですね。ですからこの緑の線をこの赤い線に一致するようにパラメータを調整するというふうなことになります。一つ、ここの一番上の赤い線、ここで折れ曲がっていってまっすぐなっていますけども、これは残念なことにデータシートにはこの先がないので、プロット上はここからまっすぐになっていますね。そしてその下の線もこの辺からまっすぐになっています。これを全部見ながら調整するのは難しいので、この40のグラフをターゲットにして調整してみたいと思います。そのためにはですね、こちらのパラメータを有効にするわけなんですね。ここを40を有効にしまして、コメントをなくしまして、上の行をコメントにします。こんな風になるわけですよね。そうすると IB が40で固定になります。シミュレーションするとこんな感じでしょうか。見ますと、これだけ落差があるのと同時にこの傾きが違いますね。この傾きが先ほど説明しましたアーリー電圧の傾きになるわけなんです。それでは今コメントになってますアーリー電圧を決めるファクター VAF を有効にしてみます。コメントからスパイスに変えますね。そしてシミュレーションします。このようなグラフの結果になりましたけども、カーソルで選んでいきまして、傾きが同じようなものはこの辺かなっていうふうになりますと、5番目のトライということなので、こちらから選択して5番目を選びます。まだちょっと傾いていますね。じゃあ6番目でしょうかね。そうですね、この落差はありますけども、傾きは6番目のパラメーターですね。で、6番目のパラメーターの値は何かと言いますと、数値的には 56.5 というふうな数値になってますね。それではパラメーターを変えてみたいと思います。こちらの VAF のところに 56.5、先ほどコピーしてきたデータをここに記載します。そして保存を忘れないようにしてください。このアーリー電圧の設定を一旦コメントにして、次の問題はこの落差ですよね。この落差を決める要素はたくさんありますけども、その中でこの IKF というパラメータを操作してみたいと思います。IKF を操作してプロットするとこのようになります。グラフから選びますとですね、ちょうどこのグラフがほぼフィットしていますよね。数値を見ますと IKF4 ということでしょうか。これをパラメーターにセットします。 IKF4 ですよね。もっと細かくやりたい方は、ステップを細かくすればいいわけなんですね。そうしましたらこれもコメントにします。
確認してみますと、このように、きっちりと揃っているわけなんですね。ここ皆さん気になっていると思うんですけども、これはまた今後の課題でして、後に説明したいと思います。それではこのパラメーターを複数個の方に切り替えます。このように切り替えてシミュレーションしてみます。どうでしょう。こんな風に随分一致しましたですね。で、一番上のやつが全然一致してないのは、これはここでデータが終わっているんでして、このカーブの延長線上でいくとおそらくここになりますでしょうね。なぜデータシートがここまでしかないかと言いますとですね、この領域はもうトランジスターのパワー条件に引っかかっているんですね。これ以上電流を流すと壊れますよっていうところです。気になるのはここの部分の傾きとこの辺の違いですよね。これは私もいろいろパラメータを調べましたけども、どうやらこの R に対してのこの角、これを合わせるパラメータがちょっと見つからなくて、現在のところクエスチョンなんです。そしてこの傾き、この傾きはですね、いくつかのパラメータで変えることができます。一つはこの RC です。このようにですね、RC が変化しますと、この傾き勾配が変わるのがよくわかると思います。もう一つは RE です。RE も RC と同じように、傾きが変わるんですけども、RC ほど大きくは変わらないようですね。それ以外にこの傾きを変える要素として、IS や NK や NC というふうなパラメータがあるんですけども、これらはですね、ここで決めるには分解能が低すぎます。そしてこの RC はですね、この後やるサチュレーション特性で明確に決められますので、ここでは決めません。おっと、忘れるところでしたね。もう一つのトランジスタ、NPN のトランジスタも全く同様です。見た回路、このモデルが変わっているのと電源の方向が逆なだけで、プロットされる内容全く同じですよね。同じように調整して、この辺かなって思われる点がこれですね。このラインで調整しましたので、下の方はちょっとずれていますね。そして上の方もちょっとずれていますね。これらのずれはですね、DC 特性でまた他のところでもいろいろとパラメータを変えますとですね、多少変わってきますので、今ここではこの状態にしておきたいと思います。この回の RE 電圧を決める特性は、この VFA と IKF のこの2つのパラメータでおしまいとします。IKF はですね、他の測定項目、特に周波数特性などにも大きく関わりますので、ここでは変更するのは割と消極的でいいかもしれません。今回は割と簡単でしたね。レファレンスのラインがありますと、それに合わせて追い込みをすればいいわけですから、とても簡単です。皆さんもどんどんチャレンジしてみてください。